結局神はそうじゃないですか。そうじゃないじゃないですか。信じないものは滅ぼすんですから、それが根底にあるわけですよ。で、一番僕は、まあ、そこで、まあ、創世記の問題にもなるんだけど、元を正せば自分で作ってるわけですよ。アダムもイブもね。そしてそこから増えていったわけだから、いや、信じないっていう皆さんは自由意志を与えたんだって必ず言うんだけど、自由意志をプログラムしたのも神ですよ。与えといて、そういう自由を与えといて、信じないものは滅ぼしていいんだっていう。だってノアの方舟だって一番典型的な例じゃないですか。ノアの一家しか善人がいなくて、他みんな悪人なんだから、要は大洪水を起こして、ノアの一家だけ残せばいいんだよって簡単な話でしょ。これって、小さい時はね、すっげーとか思って聞いてましたよ、本当に。はぁーなんて、それでアララトさんでその残骸が発見されたなんていうの、え、マジかってね。いや、本当にあったのかってさ、今でも取り渡すけども、しかし、じゃあ事実だとした場合、要は、よく正せば、そのみんな自分が作った子供っちゃ子供ですよ。アダムとイブの、また運命を増やすようで増えていったんだから。で、それが大半中が信じなくなっちゃったわけですよね。ノアさんの一家以外は。悪人になっちゃったわけでしょ、堕落した。でも堕落した一番の元はあなたが作ったんでしょっていうことなんですよね。この矛盾はね、で、しかもリンゴの木をその近くに植えといた、リンゴでも何でもいいや。あの知恵の実をね、わざわざ、わざわざその変な知恵がね、そんな悪意ってあるかなって思うわけよ。純然なまんま、そのまんまじゃ何も知らない、何も知らない子供たちのまんま増えていけばよかったものを、わざわざその変とこな、これを食べちゃいけない、しかも食べちゃいけないよって禁止しといてね。だからこう、まあ、そこはもうちょっと深い折りはしないけども、ちょっと時間が、尺がないとする。ごめんなさい、本当にね。そこで、結局それは全部被害者であって、その宗教によって、非常に人の人格が無意識のもっと奥のとこから、それに染められてしまう。だから、例えば仮にそのお尻ペンペンだよっていう人たちかもしれない。エホバの大半の人がね。だけど、どっかではらんでるんですよ、常に。神を信じない者は、その、まあ、言ってみれば、下等民族であって、あるいはその、劣悪ね、まあ、サタンの、あの、虜になった者たちであって、っていう、どうしてもその発想になる仕組みになってるんですもん、この旧約が。で、おそらくイエス、あの、歴史学的に言ったら、イエスって方が、その長いユダヤ教のその、やっぱり歪んだ姿を見て、改革しようと思ったんですよね。ちょうど要はカトリックからプロテスタントが出たみたいな、もっともっと原初において、そりゃおかしいよねと。だから、昔のユダヤ教の人に迫害されたわけですよ。でもイエスさんはあくまでも自分はユダヤ教だと思ってるわけですよね。後の人がキリスト教っていうふうに命名したわけで。だから、迫害の教えになるわけ、新約になるとね。要は仏教に近くなってくるんですよ。その慈悲っていうか。まあ、許さなきゃいけない、どんな罪を犯した人も許していかなきゃいけない、だけど、最終的にはあの黙示録で、結局は最終的に信じないやつはもうぐちゃぐちゃになるわけですよね。で、信じた人だけが結局は楽園に行くわけですよ。つまりサンドイッチになってる旧約聖書のそういうその、まあ、ユダヤ教の考え方、あれは要するに先民思想だから、ユダヤ民族、つまりエホバを信じる、まあ、ヤハウェを信じる人の民族だけを神は守ってくれるっていう先民思想が、キリストによって、イエスによって、もっとこう、反社会的な宗教の理論が、まあ、構築された。だけども、やっぱり根底に、黙示録にある、ように最終的にやっぱりそのイエスを信じなければ、神を信じなければ、最後の最後、どこまで行っても信じない奴は、結局は滅ぼされるんだよっていう、サンドイッチになってるんですよね。大きく見ると。聖書をね、こういうふうに見ると、ざっくり、ざっくりね、本当に雑白な言い方で申し訳ない。それで、あの、今日その、まあ仮にどうであれこうであれ、これもその報告書にあったね、